そちらの精鋭を出せ。Yes!
番手は誰だ。ハッセネキチョル保有の方がすんな。
いい子だ。かけろ、トロ。手に入りにくいものが揃ってます。ん？ここへ。Арсан хүнийг энэ олчи! Энэ тэр самурай болохтой! Алдаа төрдөө! Ямар нэг нэг үсүр тайдаа! Тэгэр бидэн зүү харвад бай! Ой! Өнөө хэгчу харвад! Өнөө самурай чинь ном сүмдай байна! Сомон үрлцбүй штэ! Сүм биш байсан төр биш байсан болохтой! Тэд харвад бай! Бидэн зүү дайрч бай! Нөгөө самурай чинь ном сумтай байна. Ой, өнөө хэрэгцээ хардаа. Би хаа түүд бэ? Чулари цаг. Би чадна. Осо! Осо! Ah!
するのは槍川の怨霊に違いねえ。気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。いざ勝負。宝塚地の悪徳な侍。
つけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の意地で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この森儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。おし、槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか？平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。堺様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。訳を聞いてください。
白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。怨霊に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が。本領が
皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが、なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。のみの寝床ではないか。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。社に備えられていたものだ。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい、終わらせる。金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。
堺様。金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。怨霊がかけていきました。姿を見たのか。行き先は。金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。Yeah.